シューズによって全然違いがありますので、怪我をしにくく走りやすいシューズを選ぶっていうのが一番重要で、まあ、私にとって走ることはこう生活のすべて、人生のすべて、やはり怪我をしないというのが、まあ、一番の競技力向上の近道になるんで、走り込みの時期はだいたい月間走行距離が1000キロを目標に足を酷くするんですけども、まあ、そういった時にもやっぱりシューズが私の足を助けてくれて守ってくれてるんですよね。このソニック RA2 の特徴は大きく2つありまして、1つがミッドソールにあります。でもう1つがアウトソールですね。でミッドソールにはバイブテクノロジーという振動を吸収する機能が入っております。着地のたびに筋肉ってプルプルっと震えることが想像つくかと思うんですけれども、それが蓄積されることによって、怪我や疲労の原因につながると言われております。従来のシューズは、主に衝撃の吸収と反発に重きを置いて作られているかと思うんですけれども、我々のこのシューズはプラス着地のたびに生じるこの振動も吸収する。で、アウトソールの方には人のこう動きを自然に導き出すような、軸が設けられた設計をしております。縦にスリットが入っておりまして、これが、このような形で動いてくれます。こうすることによって、人の足のこう複雑な関節の動きに合わせて、よりこう自然にステップが踏めるようになります。ソニック RA2 シリーズはよりこう快適に健康的に走るために生まれたシューズとなっておりますので、ランニングをより楽しみたい方っていうのはもちろんなんですけれども、トレーニングだったりフィットネスだったり、そういったところにも最適なシューズになっているかと思います。私にとって本当に欠かすことのできないシューズであり、私の最大のパートナーです。エリートランナーからビギナーの方まで、幅広いレベルの方に履いてもらいたいなと思ってます。